閣僚が就任した最初の記者会見の時に、その思いというものがですね、よく伝わるような記者会見であったというふうに思います。で、そういう観点からすると、自民党は前回の総選挙で、郵政民営化を訴えて、賛成か反対か国民に聞いてみたい、そして多くの衆議院の議席をいただいたわけでありますが、その後に郵政民営化に反対した議員が復党をし、そして麻生総理の時代には、自分は実は反対だったんだという、そんな話まで予算委員会で出てしまう。そうすると有権者からすると、一体自分たちの一票どこにあったんだ、こういう批判が強くあった、そのことは私自身も実感をいたしておりますし、やはり政権公約というものを大切にして、そのために一票をいただいた、そのことを非常に大切にしながら政権運営をしていこうという、そういう姿勢というものは高く評価をされているんだと思います。そしてさらに言えばですね、スピード感もありますね。この後少しお話をさせていただきますが、皆様方の中にもいろいろな評価があろうかと思いますけれども、事業仕分け、これはですね、非常にスピード感がある。そしてこの2週間の中で議論をして、そして結論を出している、こういう姿に自民党の時とはちょっと違って、そしてそういう政策決定が国民の目から見える形で行われている、このことに対しても高い評価がある。だからこの70日間の中で、内閣の支持率というものがやはりある一定高いレベルで維持されているのではないかというふうに思います。で、そこでですね、この鳩山政権の政治家主導の在り方を少し見てみたいと思います。2ページ目をご覧いただきたいと思います。鳩山政権は先ほどもお話をさせていただいたように、今の日本の政治、自公政権の政治を根本的に変えるためにも、政治の在り方そのものを見直していく、仕組みを変えていく、霞が関の在り方を変える、それを民主党政権の改革の一丁目一番地に続けました。そして、政治家指導のために5原則、5策、そして5つの重点分野というものをマニフェストの中で明確に歌い上げているわけであります。これは私は今まで、私が言うのもおかしな話でありますけれども、5原則を見てみると、この中で脱官僚を宣言をして、そして政治家主導への政治というものを実現をしていく。で、そのために自民党時代とは違って、内閣で政策を決定していく、まあ、一元化というものを明確に出しています。そして、省益の政治ではなくて、国益の政治を、利権社会から決別をして、絆の社会を、中央集権から地域主権を、この5つを大原則にしているわけであります。そして、政治家指導を確立するための体制づくり、政治家指導を実現していくための新たなその武器、舞台装置、そのために5つの工夫をしています。1つは政務三役、大臣、副大臣、政務官、官僚ではなくて、この3人が中心になって政策の立案、調整、決定をしていくんだということであります。特にこの政務三役の制度を導入してですね、政務官の地位というものが極めて上がったなということを感じます。で、今まで政務官というのはどちらかというと各役所のですね、いろいろなイベントの、要因であった、また政務官をやりながら、各役所の中で勉強するという色彩が強かったんだろうと思います。しかしこの民主党政権になって、今政務官は死ぬほど忙しい、過労死しそうだということをみんな言っています。どういう仕事をしているかというと、大臣副大臣の考えていることと事務方の持っている実務能力、これをつなぎ合わせていく各省の官房長の仕事、これをかなりやってるなという感じがいたします。さらには官邸の調整でありますとか、あるいは政策分野によっては他省の調整をしていかなければなりません。そうした、調整機能を、ある意味では一人二人の政務官がやらなければいけないわけでありますから、もう大車輪で、活躍をしている状況にあろうかと思います。
それから2つ目は事務次官会議というものを廃止をして、そして重要な政策決定は関係する閣僚委員会で政策決定をするということになっております。そして3番目が官邸機能の一番の目玉、これが国家戦略局で、ここで予算の基本的な枠組み、外交の基本的な方針、さらには国家ビジョンを策定をしていく、この畑山政権の一番ど真ん中の機能をですね、新たに作るということを宣言をいたしました。しかしここについては後ほど少しお話をさせていただきたいと思いますが、今のところ言葉は悪いですが開店休業の状態になってしまっている。国家戦略局ではなくて施設のまま、そしてこれを局に掛け分けをしていくんだろうというふうに思いますが、この局にどのような権限を与えていくのか、官房長官と役割をどう分担していくのか、残念ながら今のところ見えない状況にあります。で、私は実は官邸の中で仕事をしてまいりました。官邸というのは総理大臣のもとに官房長官がいて、そして5つの局、これは内庁でありますとか、あるいは総務官室でありますとか、あるいは官房副長官補のもとに官邸が関わらなければいけないいくつかの重要政策を取りまとめられる、そういう担当室でありますとか、あるいは広報室、こうしたものを中心に機能されているわけでありますけれども、おととい官邸のホームページを見て、この国家戦略局というのは組織上どう位置づけられているのかというふうに見てみますとですね、今指摘をさせていただいた官邸の5つの重要な質、その位置づけ以下になっちゃう。つまり官邸の中で重要な役割を果たすという位置づけには官邸のホームページ上ではですね、分からない状況なんですね。で、そこに実は今経済財政運営が世界から見てどうなってるのかなという疑問を起こしてしまっている大きな原因の一つがあるんではないかと思います。だから民主党政権が安定した政権になっていくためには、一日も早くこの国家戦略室を局に格上げをして、そして本当の意味での官邸機能強化を実現をして、官邸主導の政治というものはここにありというものを示していかなければいけないんだろうというふうに思います。そして4番目が業績評価に基づく新たな人事制度を導入をする、公務員制度改革をやるということでありますが、これも残念ながらどうなっているのかなというのはよく見えません。で、新しい政権ができて人事権はまだ行使をしておりません。事務次官はどこも変わっておりませんし、局長級以上の重要なポストについて人事権が行使された姿もありません。また民主党が野党時代にはですね、自分たちが政権を取ったら二の一番に公務員制度改革というものを実現するんだ、まあ、こういうことを若い気のいい本当に見識のある人たちはテレビでよく言っておられたわけでありますけれども、この今開かれている臨時国会の中では残念ながらこの公務員制度